皆さんおはようございます、ひろきです。あーもう眠いです。はい、ということで寝起きの一人語り始めさせていただきます。昨日結構遅寝だったんですよ。2時まで飲んでて、はい、2時まで飲んでて、その後一人語りして、はい、一人語りでもビール3杯飲んで、はい、焼酎と日本酒合わせて何杯飲んだんだろうみたいな感じで今日の朝を迎えました。今9時36分です。今日はアポがないんで、アポないよね。あれ、カレンダーどこ行った。はい、今日はアポなしです。はい、なのでフルに YouTube をやりたいと思います。はい、楽しく YouTube をやりたいと思います。 YouTuber じゃないけど、はい、おでんがまだ余ってるんですよ。大晦日のちゃんと火通してますよ。はい、あー、またおでんか。何人分残ってんだろう。まあいいや。眠いっすね。眠いな。起きたい、起きたい。早くシャワー浴びたいな。皆さん寝正月ですか、それとも活動正月ですか。僕は食べ正月です。運動しないと。今日も運動します。はい、なんか眠いな。疲れ取れてないのかな。今日昼寝しそうだな。いや
ちょっと起きてきましたね。ちょっと起きてきました。はい。炭酸水の力ってすごいですね。はい。飲み終わる頃にはちゃんと元気が出ているという。はい。いやー、すごいなー。目が起きてきました。はい。あいい感じ、いい感じだ。今日も頑張りますよ。はい。よし、よし。気合が入ってきた。すごい。全然違う。最初と全然違う。うわー、すごいすごい。あー、たまらねえなー。よし、頑張るぞ今日も。あー。あれ、水記録したっけ？あれ？どう見るんだっけ？あ、記録してある、記録してある。よし、OK。よーし。あー、バッチリ起きた。はい。これからシャワー浴びてきます。はい。まずはシャワーから。はい。はい。飲み終わりました。寝起きの一人語り。もう、目覚ましの音がにしようかな。まあいいや。寝起きの一人語り。以上で終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。皆様、良い一日を。